はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ、本日なんですが、診断のお知らせが12月の、5日に実装されるというのが来ましてですね、こちらの診断の内容を、考察および、解説していこうかなというふうに思っております。相変わらずですね、マスターデュエル の運営さん、ちょっと非常に意地悪なところがありましてですね、診断のカードがなんと5枚しか分かりません。はい、カードリストください。なので、これから話す内容はですね、全部予想でしかないということを念頭に置いて聞いていただければなと思います。どれが来るかは全く予想できません。はい、どこまで来るかも分かりません。深淵竜、アルビオン、ゲートガーディアン、マラディム、ビシャス、アストラウド、リンゴブルムしか分かんないんで、はい、で一応ね、追加パックビギニングオブネクストジャーニープラス、あとこの、マイティコンテンダーズっていう、2個が実装されるっていうお知らせが来まして、今日はねこっちのビギニングオブネクストジャーニーの方をメインで解説していきます。こっちはね、もともと禁止だったこのレドックスとかこの辺が帰ってくるよみたいなところで、リミットレギュレーションのその規制緩和があったので、その辺の関連なんで、こっちじゃなくて新規カードのこっちを、メインに話していこうと思います。やっていきましょう。さあ、まずはマナドゥムというねテーマを解説していこうかなと思います。マナドゥムプライムハートはエースモンスターになっていまして、これね、とてもね、シンクロ召喚条件がユニークなんですね。チューナー1体以上、プラス光属性モンスター1体。これね、チューナー以外って書いてないでしょ。だからね、チューナーだけでシンクロ召喚できるんですよ。レベル2のチューナー5体並べて、5体でチューニングみたいな。もうなんか、ジャッキもびっくりの、なんかトリプルチューニングもびっくりの、なんか、フィフスチューニングみたいな。ことができるんですね。で、こいつね、どういう効果持ってるかっていうと、キル性能に特化してまして、正直先行で出して強いモンスターとかじゃありません。はい。てか、なんなら、マナドゥム使いの中でも、このカード入れてない人めっちゃ多いです。はい。救済モンスターではある。で、これ、シンクロ素材としたチューナーの数まで1のバトルフェイス中に攻撃ができるという効果。それから、マナドゥムチューナーを素材としたら、効果が多少ならないという効果ですね。で、3番目は、フィールドから離れると、相手の、によって。フィードが離れると、ビ様か、攻撃力、守備力が211521のモンスター。例えば、スケアクロー、ライヒハートとか、あと、このリウムハートとか、新規のね、この辺のモンスターを特殊ができますよ、みたいな。だから読んでいただいて分かる通り、別に相手の盤面に触る能力ないんですよね。で、展開を伸ばす能力もないということで、一応フィニッシャーではあるんですけども、レベル10シンクロというところがありまして、正直バルネス出せと、言われてしまえばそれまでなんですよね。なので、ちょっと、なかなか活躍させづらいモンスターにはなってます。で、マナデムってどういうテーマかっていうとですね、盤面のチューナーをぶっ壊して展開していくテーマになってます。展開系です。展開系デッキで、シンクロモンスターレベル8、レベル6、それから、レベル4、レベル10、レベル12、その辺の偶数のシンクロ召喚がすごい得意で、だから例えば、強いカオスルーラーであるとかね、それからバロネスであるとか、ああいうね、強いシンクロモンスターは結構簡単に出せるんで、結構強いテーマになってます。はい。ただし、ちょっと、一番初動の、このトリロスークタとかいうモンスターが結構、来るかどうか謎で分かんないんですよね。だから、ちょっとね、これ2023年の7月のカードなんですけど、この辺一応バンキッシュソウルの例があるんで、もしかしたら来るかもしれないんですけど、ちょっと分かんないです。来るかどうかは謎です。はい。というわけでカードリストをよこせ。で、マナデムはリームハート君が一応エアーマンになってまして、一応召喚成功時、召喚特殊化成功時にデッキからマナデム、カードを持ってこれますよということで、これを使ってなんかコンボパーツ揃えていくって感じですね。一応ね、チューナーモンスターがレベル全部2になってまして、スプライトとかとはめっちゃ相性がいいです。はい。で、しかも結構レベル2を横に並べることもできるんで、マナデムって結構ね。で、マナデムのこの、リームハートとかミークでコンボしていくんで、基本的には2枚初動。2枚初動、基本的にはね。ちょっとトリオスークスが来るか分かんないけど、基本的には2枚初動で、どういう風に展開していくかっていうと、自分のカードをぶっ壊します。このカードが手札に存在する場合、自分の相手のメインフェーズに自分のフィールドのマナドゥムモンスターまたは、攻撃力が1521のモンスターを破壊して特殊ができるとか、あとそれから、マナドゥムリームハードで持ってこれるこのアブシジョンっていうカードがあるんですけども、これとかも破壊します。モンスターを自分のフィールドのモンスターぶっ壊して、このカラリウムっていうフィールド魔法があるんですけど、このフィールド魔法を手札に加えるとかね。で、このカードはね、墓地のこのカードを除外すると、ビスマとかを盤面にポンって出していけることもできるんで、結構展開札になりますね。で、カラリウムっていうこのフィールド魔法が何なのかっていうと、これが他のテーマでいうところのなんか、サーチ効果、発動時効果処理でサーチ効果があるフィールド魔法。最近よく流行ってるやつですね。ペルレイノとか、パライゾスとか、
はい、ああいう系の効果になってまして、発動地効果勝利でマナデムモンスターかビサススタフロストを持ってくることができると、まあ、ビサスはねこのテーマとめちゃくちゃ相性良くて、普通にさん積みされるあのカードになってますんで、まあ、ビサマが好きな方はぜひねマナデム組んでください。でカラリウムは、自分のフィールド上の光属性のモンスターの打点が100アップ、自分のフィールド墓地のか中南の数が100アップするという効果ありまして、これが余計と言われてます。マナデムはこれなんでかっていうと、マナデムミークとかこういうモンスターってその攻撃力守備力が1521のモンスターがいると出してこれるみたいなね、テクだから特殊感できるみたいな効果あるんですけども、このカラリウムの、打点アップ効果で、リームハートの打点がアップしてしまうと、なんかチューナーが出せないというバグみたいなすげえ相性が悪い効果ありまして、カラリウムのこの2番の効果は俺はいらねえと思ってます。で、3番目、これ自分のフィールド上の表側表示のチューナーが戦闘効果で破壊された場合、そのモンスター一体対象に、特殊ができるという効果ありまして、例えば、リームハート と、そのミークのコンボ、まあ、ミークをマナデムリームハートでぶっ壊して出てきた場合、カラリウム貼ってあればチューナーが2体並びます。ミーク、リームハートみたいな感じで、ミーク自身の効果でミークが出てきて、フィールド魔法で破壊された自身のミークが出てくるんで、こういう風な感じで展開伸ばしていくんですよ。そうすると、レベル4のモンスター、レベル2のチューナー、レベル2のチューナーみたいになるんで、これで、まあ、あの展開をボンで伸ばしていくっていう感じですね。で、破壊するカードは、その、アブシジョンとか、それからビサススタフロスト、この辺のモンスターとか、まあ、リームハートでもそうなんですけど、この辺のカードでもうボンボンこのチューナーをぶっ壊して展開していくと。で、新しく実装されるであろう、ビサスアストラウド、これがめちゃくちゃに強い。これが強いんだよ本当に。イラストかっこいいしね、めちゃくちゃかっこいい。で、このモンスターどういう、効果で、融合召喚するかっていうとね、これねすげえ簡単なの出すの、自分のフィールドか墓地の上記カードを除外した場合に特殊召喚できるということで、ビサススタフロストプラス、攻撃力守備力1521のモンスター、だからスケアクローとかだったらもう超簡単に出てくるよね。スタッフロストプラス、それから、ライヒハートとか、まあ、マナデムでも、ビサススタッフロスト採用されるんで、ビサススタッフロストプラスリームハートとか、こんな感じで簡単に墓地からモンスターを除外して出てこれる融合モンスターで、出てきた時の効果もねめっちゃ強いんだよね。この一番の効果ね、このカードが特殊化に成功した場合、このカード以外のフィールドのモンスターを対象に、そのモンスターをぶっ壊して、元々の攻守のうち高い方をの半分だけアップする打点が、だからワンキルに結構寄与できるし、後攻から出しても強いし、あと先行だったらクロシーフとか出しといて、クロシーフのリンク先に出すとまた展開伸びるんですよ。でしかも墓地除外して出てこれる融合モンスターなんで、まあ、単純にモンスター1体増えますからね。めちゃくちゃ強いですこれ、はい、これ最強です。でこのカード戦闘で破壊されないっていうのがなかなかのうざい体制も持っていると。でこのねステータスもねレベル8、天使族闇属性っていうのも結構優秀で、なんかこれいろいろ悪用できるんですよ。いろいろこの辺はちょっと別途動画でねやっていこうと思うんですが、影の光とか使うとねデッキからなんかザワールド出したりとかクリスティア出したりとかできるんですよね。めちゃくちゃ優秀ですこのモンスターは。はい、めちゃくちゃ強い。で一枚書道が来るかどうかが問題ですかねこのテーマは。来ないと正直で環境入りはちょっと難しいかなと思っていまして、まあ、ちょ遊べるテーマではあるんですけども、まあ、2枚書道になっちゃうんですよね、どうしたって。1枚書道がないので、なので、まあ、ちょっとなかなか難しいところではあるんですが、まあ、もしかしたら来るかもしれないんで、そこは期待しましょうといったところですかね。さあ楽印が強化されそうですね。新源流アルビオン実装決定ということで、これねめちゃくちゃエモエモモンスターなんですよね。楽園ストーリー詳しい方だったらご存知かと思うんですけども、これアルバスの楽園プラスエクレシアでストーリー上出てきて、これマジ激エモモンスターなんでね、ちょっとストーリーよかったらね、なんかその調べてほしいんですけど、これ激エモモンスターなんですよ。でこいつね、どういう効果を持ってるかというと、アルバスの楽園プラス、魔法使い族光属性モンスターで融合召喚できるということで、まあ、ドラゲマ系のモンスターが結構光属性魔法使い多いのと、あとカルテシアとかあの辺もそうですね。はい、でこのカードは融合スターにできませんよ。このカードの2、3の効果はそれぞれ一旦で一度しか使用できませんよ。まず効果の対象にならないという体制、それからこれね結構ね癖強いんだけど、相手のターンに自分相手の墓地のモンスターを合計2体対象として、そのモンスターをお互いのフィールドに1体ずつ特殊召喚するという効果ですよね。だからまあアルバスの楽印を、自分のフィールド上に特殊召喚して相手のモンスター吸うとかいうこともできるし、これ結構ロマンコンボで、なんか相手のモンスターを全部ドラゴン族にしたりとかすれば、アルバスの楽園を特殊召喚して相手のモンスター全吸いしてレナッツするとかできます。はい、あとこれ一番やべえのは超魔人井戸とか知ってます？
こういう相手の盤面に送りつけられた時に、なんか悪さする。こいつフィールド上にいると、なんかもうモンスター出せないっていう効果あるんですけど、これとかを送りつけるみたいなこともできるんですよ。で、しかも、こういうモンスターって、そのグランギニョルとかで墓地に送れるんで、結構このコンボ決まりやすくて、手札的にはね、アルベルプラス融合破片みたいなハンドで、相手の妨害なければもう決まりますので。それで、超魔人井戸の送りつけが決定します。はい。キモいっしょ。若津楽院っていうさ、このカードさ、その送りつけに使われすぎてマスターデュエルでは禁止になってるはずなんですけど、また若津楽院みたいなことしてくるんですよ、アルビオンが。はい。なんで普通に強いです、この効果で。3番目の効果、このカードが墓地で存在する場合にエクストラモンスターゾーンおよびお互いの中央のメインモンスターゾーンに存在するモンスター4体をリリースして、このカードを特殊召喚するという効果ありまして、かなり豪快ですね。まあ、条件が整わないとなかなか出せないんですけども、まあ、ちょっとこの3番の効果はなかなか難しいですが、この2番の効果は非常に強いので、まあ、これをメインに使っていくことにはなると思います。で、問題はこいつが来るかどうかなんですけども、いや、まあ、深淵竜アルビオンが来るってことは多分来ると思うんですけどね、導きの聖女クエムさん。これが来ることによって楽園は展開めっちゃ難しくなるとともにめちゃくちゃ強くなるんですよ。はい、これのね、クエムがねあるのとないのとではもう別デッキと言ってもいいね。楽園デッキは楽園デスペアデッキ、まあ、ミラージェイドとかこのドラゴスタペリアとか出てくるあのデッキあるじゃないですか、あのデッキ、まあ、今でも十分強いんですけど、クエムが来ることによってより強くなる。はい、でより展開が複雑になります。で、このカードは、一応解説しておくと、まあ、ルール上ドラグマカードまたはデスペアカードとしても扱うということで、サポートカードがあまりにも豊富。ドラグマであれば、まあ、天帝の人とか、なんかサーチ系のね、カードいっぱいあるじゃないですか。あと、バスタードで特殊召喚できるとかね。このカードが墓地送られてると、エンドフェーズにドラグマ特殊召喚できるんで、なんかこれでクエム出してくるとかも、まあ、結構よくやりますよ。楽園デッキだったら。あと、デスペアカードとしても扱うっていう効果あるんで、例えば楽園開幕の効果でこいつデッキから出してくるとかもできますから、もうとにかくね、このね、ルール上これで扱うっていうね、このテキストがあまりにも強い。で、このカードの一番の効果、このカードが召喚特殊召喚に成功したら、あればその楽園一体か、そのカード名が記されたカードを墓地を送る。これがね、豊富なんで送れるのが。あればその楽園もちろん一番墓地送れるし、あとなんか楽園系のマジックトラップカード、大体送れますね。あればその楽園って書いてあるんで、楽園融合とか楽園断罪とか、なんか楽園開幕とか、もうとにかくね、楽園系のマジックトラップは大体送れると思う。アルバスの中で書いてあるから大体ね。で、2番目、自分相手のカードがエクストラデッキから離れた場合、これちょっと特殊なんですけど、例えば融合召喚したり、リンク召喚したり、まあ、新キロ召喚したり、あとミラージェイドとかの効果で墓地に送ったりね、エクストラデッキのカード、あとドラゴンパチメントの効果で墓地に送ったり、なんかそういうエクストラデッキからカードが墓地に送られたり、離れたり、した場合、導きの聖女クエムを除く、自分の墓地のアルバスの楽園かカード名が記されたモンスターを特殊召喚蘇生する墓地から。だからこれで特殊召喚できるモンスターもマジで幅が広いんですよ。例えばアルバスの楽園そのものでもいいし、例えばカルテシアですね、カルテシア蘇生するとか、あとそれからミラージェイドとかもこれアルバスの楽園で書いてあるんで、これ蘇生できるんですけど、この辺を蘇生するっていう動きもできます。で、何がやばいかっていうと、ミラージェイドの効果をね何回もう使えるんです。ミラジェイドって名称しての単位置はないんですよ。この、吹き飛ばす効果ね、これモンスター吹き飛ばす効果、これ名称してじゃないから、出し直したらまた別モンスター扱いになってまた使えるんですよ。だから今後の楽園デッキはミラジェイドの効果を1ターンに2発打ってきます。2発、1ターン2発選んで除外を2発飛ばしてくるってこと。さすがに強いでしょ、そう聞いたら。さすがにね。この遊戯王界において圧倒的最強と言われてる除去方法、選んで除外、これを2発飛ばしてくる。さすがにね、DC の2日前に実装するカードじゃねえなと思ってます、ぶっちゃけ。だから、来るかどうか分かりません。ただ、来たら、かなり練習が必要だと思うから、まあ、楽園好きな方はね、ぜひね、ちょっと血眼になって練習していただく必要があるかなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。こいつは、さすがに強いね。さあ、ゲートガーディアンが実装と。いうことで、これは驚きましたね。まあ、海外ではね、結構前から実装されてたんですけど、OCG の方では、今年の9月とかなんで、マスターデュエルに、到来したのはめちゃくちゃ早かったですね。で、ゲートガーディアン君が何をするかっていうと、融合モンスターがね、実はね、4種類ぐらい、増えるんですね、これね、ゲートガーディアン君。はい。で、どういう効果を持ってるかっていうと、自分の手札、フィールド、墓地の、
その三マシンじゃないですか。なんかヒューガとかスーガとかサンガとか、あの辺のモンスターを除外したら特殊召喚できるよっていう効果がありまして、まあ、普通に融合するのはできなくて、基本的に除外し倍、除外し倍のみなんで。なんでこのスーガとかサンガとかヒューガとかをあの盤面から手札に用意して、でそれを除外して特殊召喚していくっていうイメージですね。で、用意する方法は結構ね、あのいろいろあって、まあ、例えば、エレメンタルヒーロープリズマーとかを使って、これヒーローライブでも対応してるんですけど、まあ、プリズマーで融合素材になって、まあ、あの名称を同じにして、除外して出すとか、あとそれから有効波形でね出してくるとかね、まあ、いろいろね、あと、結構その、サンマシンをフィールドに置くようなカードもあのいっぱい追加されると思うんで、その辺で置いていくっていう、まあ、そういうテーマになっています。で、置いて除外して出していく、この融合モンスターたちの効果が、まあ、絶妙にね、まあ、強いのか弱いのかよくわかんねえみたいな効果してるんですよね。合体魔人ゲートガーディアン君は、自分のフィールドのカードを対象とする効果を発動したら、無効にして破壊しますよ。で、特殊化した表側表示のこのカードが相手によってフィールドが離れたら、デッキかエクストラデッキからレベル11以下のゲートガーディアンモンスター1体を召喚条件無視して特殊召喚できるということで、あの本体の方の、マジ の, あのゲートガーディアンの方、あれとかも普通に、出したり、あと、新しいね、ゲートガーディアン融合モンスターたち、こういうこの、効果、結構フィールドが離れた場合の効果が全部ついてて、意外と戦線維持が結構できます。例えば、この、水雷マシンゲートガーディアン、これとかはフィールドが離れたらスーガとサンガを出してくれるとか、あとこっちの、風水魔人はヒューガとスーガを出してくれるとか、ね、まあ、これはあの召喚条件で使ったモンスターを呼び戻すことができるっていう、まあ、そんな感じですね。だから場持ちはそこそこいいかなと。破壊された場合とかじゃなくてフィールドが離れた場合なんで、意外とあの どんな感じでも対応できるんでね、はい。まあ、デッキバウンスだけダメかな。で、効果、こういう効果は、水雷マシンゲートガーディアンの方は、自分相手のターンに、表側表示モンスターの、攻撃力をゼロにするっていう効果をなんと2回使います。2回も、攻撃力をゼロにできちゃうぜっていうね、はい、なかなか強力で、まあ多分ね、あのシンプルに使ったってもこいつが一番強いんだけど、これは魔法トラップカードの効果を1ターンに2回まで、まあ、同一支援上では1回までなんだけど無効にできると。魔法トラップ2回止まったら多分きついデッキって結構あるんですよね。なんで、まあ、シンプルにこのモンスターは強いです。まあ、ちょっと打点が2150なので殴られちゃうかもしれないですけど、まあ、殴られたらヒューガとサンガを、ヒューガとスーガかを出してくれるんで、まあまあまあみたいな。で、こっちの、ライフマシンゲートガーディアン、これは、サンガ、ヒューガ、スーガのカード名が全て記されたマジックトラップカードをデッキから手札に加えるっていうことで、まあ、これで結構ね、魔風衝撃波っていうそのゲートガーディアンの必殺技のカードとかを、サーチできたり、まあ、いろんなカードがサーチできるんで、このカードですね、自分のフィールド上にゲートガーディアンが存在していると相手のカードを破壊できるっていう一応速攻魔法になってまして、まあ、こういうカードの効果で、まあ、妨害をあの構えていくっていう感じになってますね。まあ、デッキとしてはね、そのなんかめちゃくちゃ強いっていうほど別に強くないんだけど、その、まあ、ファンデッキの中では多分、ね、結構強い方だと、思うので、まあ、割と、まあ、遊べるデッキになってるかなと思うんで、これはねちょっと、まあ、デッキを作ってね動画化していきたいなというふうに思ってます。これ結構楽しみです。リンゴブルム来るんですって奥さん。これは強いっすよ、このモンスター。結構待望のモンスターではあったんですけども、1番2番ありまして、これ両方とも単一なんですけども、マジで強いこいつ。レベル2の、ドラゴン族の中内光属性、フィールドに効果モンスター以外の、表側表示モンスターが存在する場合に特殊召喚できますよということで、まあ、あのトークンとかね、生み出したりとかするとトークンが通常モンスターなんで出せたりとか、あと、通常モンスターを使うデッキだったらもう単純にポンって出てくることができるというところですね。で、自分がシンクロモンスターのシンクロ召喚に成功したターンのメインフェーズっていう、なんかすごい緩い条件で、シンクロ召喚してないってことね。シンクロ召喚してれば、そいつが別にどこに行ってもいいんですけど、してれば、墓地のこのカードを除外して、トークンを、リンゴトークンなる、謎のトークンを1体特殊召喚できる。レベル2の光属性、原流属、1体。で、レベル2なんですよ、これ。だから、まあ、例えば、エルフの素材になるとか、それから、チューナーとしてこれ扱うこともできるっていうガチでやばい効果ありまして、シンクロ召喚の素材にする場合ね。だから、レベル2のチューナーとしても扱える。だから、こいつがレベル2のチューナーであり、墓地から除外するとチューナー出せるんで、レベル2のチューナー2体分になってるんですよね。これが。マジでやばいっすね。だから、スプライトエルフとかと組み合わせたら、もうなんなら、レベル2のチューナー3体分になれるから。はい。3回仕事するんですよ。エルフで蘇生、自分で特殊召喚、で、墓地から除外して、チューナー蘇生。ああ、そうですか、生成。
マジでやばくないですか。1枚で3回の中断になれるんですよ。はい、でこのカードと相性がいいテーマはさっき言ったようにまずスプライトがとても相性がいいというところがありまして、レベル2として、チューナーのこの、出てくるこのチューナーとかトークンか、トークンこれが別にリンク素材にもできるんですね。特段そのシンクロ素材にしなきゃいけないとかないんですよ。だから普通にレベル2として扱えるんで、まあ、ブルーの特殊召喚条件満たしたりとか、まあ、エルフとかを出せる。まあ禁止って書いてありますけど、これ別にマスターデュエルだったら禁止ないんで使えるんで、マスターデュエルにおいてはより強く使える。で他にも、まあ、ビーステッドとあのくっつきが良くて、これレベル6のドラゴン族モンスターなんですけども、レベル6ドラゴンとレベル2のチューナーでレベル8のドラゴン族シンクロモンスターが出せるということで、カオスルーラー君が出せると。まあこれ禁止って書いてあるけど、これあれね、あのマスターデュエルで生きてるから。はい、でこのカオスルーラー君が、非常に優秀で、まあアドバンテージを一気に墓地にも手札にも抱えることができるし、さらにシンクロ召喚したらリンゴボリュームが墓地から除外してトークンとして、出てこれるんで、そうするとまたくっつくんですよ。 ルーラーとルーラープラス2のチューナーでまた重シンクロ、例えばバロネスとか、それからまあちょっと来るか分かんないですけど、ディスパテルとか、ディスパテル来んのかな、ちょっとマジで分かんないですけどディスパテルとか、あとそれからまあ重シンクロでいうとショウエイとか、まあ、あとアンヘルとか、あの辺のモンスター全部出ます。銃って強いんですよね、シンクロのレベル帯として。これがね簡単に展開できるっていうのはねとても強いです。はい、というわけで、ビーステッドスプライトとか、あとそれから、ビーステッドパンク系のデッキとかとはもうすごいシナジーが あるので、まあ、これはぜひねその辺のデッキ組んでる方はぜひゲットして、いただきたい1枚となっております。はい、というわけで動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コナミさん、ぜひちょっとカードリストをいただけるととてもありがてえっす。これからも課金しますんで、どうかよろしくお願いいたします。